学校終わってすぐ帰るって虚しいから部活でも入ろうかな。うん自分もね、部活中学の頃は入ってたんですが、途中で退部しました。理由としては合わなかったから。そういうところもちゃんと考えるんやね。よいしょ。制服って窮屈だよな。私服の格好にすればよかった。何言ってるんだよ。お前の着てる生徒会の証、黒い制服はみんなの憧れなんだぜ。あー、めんどくさいな。生徒会に入るとこの黒い制服を買わされるのかな。それともお金はちゃんと出るのかな。そのなんかお金管理で微妙に気になっちゃったけど、どっちなんだろう。まあいいや。男子はいつも掃除の時間サボってばっかよね。ちゃんと真面目にやってほしいわ。まあうん、別に男子全員がサボってるだけじゃないんやね。うん、親って掃除は嫌いじゃないからやるよ。うん、俺の机、足の高さが合ってないんだよ。どちらかに力をかけてないとガタガタするんだ。あー、イライラする。ある、あるね。消しゴムでその用紙に書いた文字とか消すときにガタガタってするとムカつくよね。で、その反動で髪がくしゃってなるとうわーってなる。じゃあこの重要そうな引き出し、黄色い不思議出しマスがついてるこの生徒に話しかけましょう。よー、新聞部、廊下で部長さんが 部員に招集かけてたぜ。早く行ってやれよ。ということなので廊下にさっさと出ろという、促しがされましたね。廊下に出ましょう。はい、廊下に出るとまあ人がまあまばらにいますので話しかけていきます。そこで部長が呼んだぜ。遅いって、早く行った方がいいんじゃないの。その前に情報収集だ。シンジの妹ってすごい可愛いよな。ほら、よく保健室に来たよ。俺告白しようかな。あの子に毎日料理作ってもらったり起こしてもらったり、くー、想像するだけでたまらないぜ。でもシンジが兄貴になるのはちょっとな。それさえ長きりやな。そこだよね。まあでも、おそらくさくらは、うん、あ、さくら言っちゃったけど、まあわかるでしょう。そう、なんか、ところどころカミングアウトしちゃってるけど、この実況の私はですね、一応、フェイトのある程度の知識、っていうかなんだろう、シナリオの知識的なものは知っております。具体的には、フェイトのステイナイトのなんだ、セイバールドだっけ、セイバーとアンリミテッドブレードワークスのなんか、なんだろう、アニメでやったぐらいならわかります。あと FGO のシナリオね。え、 FGO さ、6章終わったんですけどね、あんな展開になるとは思わなかった。5章に続き6章もなかなか面白かったです。よう、どうしたんだ、また何か事件か。なんだなんだ、新聞も毎日大変だな。変なゴシップな部活のレポートまで。あ、そうか、新聞部だからまた何か事件かって言われたのか。じゃあここにいるのが新聞部の部長と部員です。知らない話しかける。おかしいな、テスト前だから図書室に行こうと思ったんだけど入れないんだよな。あー、テスト前に図書室行く人前の高校ではいたな。自分はなんでそこに行くんだろうって思ったけど、よくよく考えてみれば、家に帰ってくると勉強しないっていう人たちも活用してるのかもしれないですね。自分も家に帰ってきたら全然勉強しないです。なんでテスト期間中結構必要っていうか駆り立てられてやってる感じありますねみんなはこんな学生になってはいけないぞ。あ、とりあえず部長さんの話聞いてあげてください。はい、その前にもう一人のボブですよ。来たか、我が新聞部のエース。まずは部長の話を聞いてやってくれ。いつも通りの暴走特急ぶりだがよろしく頼む。こいつに隙あるのは君ぐらいだからな。はい、一応多分ね、この3人もフェイトステイナイトのアニメに出てきてます。
名前忘れちゃったんで、あれだけど、確かこの部長の人が、運動部の陸上系だったかな？うん。まあ、常にこの3人一緒でございます。はい、じゃあ、ストーリー進めていきましょう。よっ、我らが新聞部のエース。どうだ、取材は進んでいるか？何？忘れた？つくみはら怪奇スポットの真相について調べて報告しろって。昨日言ったじゃんよ。そんなに大丈夫か？締め切りまで時間がないんだぜ。まあいいや、普段の行いに免じてそのあたり適当に許す。まったく、私の優しさったら走り回る黒ひょうのようだ。うん、特に意味はない。で、だ、取材の方は私が途中までやっといたから、続きを頼むわ。なんだよその驚いた顔。私だってただ遊んでるわけじゃないんだって。真剣に遊んでるんだって。やっぱり遊んでるんじゃないか。じゃあ本題に入るぞ。つくみはら怪奇スポットその1、霊界の入り口。なんでもさ、弓道場の裏手には霊界への入り口があるんだって。昔先輩からのいじめで弓道場の掃除を命じられた男子生徒が裏手のゴミ拾いに行ったまま行方不明になってしまったとか。これはきっと霊界の入り口に違いないと言われてんだよ。ったく誰だよな、なこいい加減なこと言い出したやつは。とにかく違和感から目をそらすなよ。違和感を感じ取る嗅覚、そして真実を見抜く目、それこそジャーナリストの生命線だ。分かったか？はい、いいえ、お前がすでに違和感。どうしましょうか、一応これいくか。お前がすでに違和感。返事は大きく、はい、よーし、じゃあ行ってこい。とはなんかあまり気にしなさそうですね。はい、どうしよう。一応3回あるんで3回行ってみましょう。霊界の入り口？聞いたことないな。弓道部の昔話なら顧問の藤村とか詳しいんじゃない？タイガーどこにいるかって？顧問の弓道場とかにいるんじゃない？うん、やっぱり弓道場に行くと全てが分かりそうですね。うちの生徒会長、雨の日も風の日もいつも校門に立ってるの。狙いはっていう反面、堅物って意見も多いの確かね。でもいい人だし人気あるわよ。へえ、なんか生徒会長らしい生徒会長なんだな。まさにテンプレのような。ここは視聴覚室だ。おしまいおしまいか。これ何、用具室？ああ、各階に用具室が設置されてるのか。なるほど。まあ、他の階に行っても物を持ってくのめんどくさいしな。保健室にいる女の子さ、夏場でも長袖で半袖着てるの見たことないんだ。知ってるぜ、あの子夏でも長袖ブラウスなんだよな。なんでも兄貴にいじめられてるらしいぜ。あーあー、やっぱ信じだな。3の C 教室だ。下の学年が珍しいのか、真珠を見るような目で見られた。ここに何もないとは。ひでえな、真珠を見るような目って。1学年下ってだけなのに。なんてこった。3の B 教室だ。カレーが好きな先輩など存在しない。カレーが好きな先輩か。これは、ヘイトとは別の作品ですね。3の A 教室だ。先輩のことはよくわからない。うん、とりあえず3年にも特に先輩と呼べる人はあのここの教室にいないみたいですね。あと新聞部のメンツぐらいですかね。一応屋上行ってみましょう。屋上へのドアは施錠されているようだ。ドアの上には立ち入り禁止の札がかかっている。はい、じゃあ下行きましょう。じゃあもうこのまま弓道場にしましょう。それとも一回でもうちょっと探索する？一回探索するか。あ、でも地下行ってないじゃんこれ。地下行きましょう。この先は食堂だ。今は準備中のようだ。うん、まあ多分食堂でこの主人公もね、お腹を満たしたんでしょう。保健室のさくらさん、麻藤先輩の妹なんだっけ？
え、そうなの？全然似てないけど。あれ？違ったっけ？よく覚えてないけど、何かかわいそうよね。いつも何か言われてるし。うざいよね。あんな兄貴だったら日記に書いちゃうな。あんた、日記なんか書くんだ。意外だわ。日記にね、それで書いておくと、おそらく誰かに見られた時に大変なことになりそうだよね。なんか日記をつける意味ってなんかあるのかな。やっぱ自分のためって以外特に何もないのかな。自分はつけたことないです。おっと、扉の向こうで何かが動いたような気配がしたよ。用具室の一般生徒の立ち入りは禁止されている。猫か小鳥でも入り込んだんだろうか。何とはなしに用具室への扉へと目をやった瞬間、扉が裏側から荒々しく引き開けられた。そこで何をしている？暗かれから現れたのは一人の男性だった。黒ずくめの格好と陰湿な表情、どう見ても学校には不利な人物で、つい萎縮してしまった。しかしそんな驚きはより強い違和感で消え去ってしまった。唐突な危機感に全身が総下脱。睨まれているというよりもう照準を合わせられたようなゾッとする悪感。信じられないのだが、この男は今こちらの首をどうやって泳ぐか真剣に思案しているような。なかなかもうこの序盤の序盤からラスボス臭漂う人が現れましたね。リストにはない名前だが確認は必要か。男はそうつぶやくと、ゆっくりと右の、なんだろう、手のひらかな、手のひらをこちらに伸ばした。背筋の悪感がより強くなる。めまいと吐き気、しびれて動かない手足、まるで蛇に睨まれたカエルだった。あるいは自分の気の迷いではなく、本当に彼の手には何か。構えもせんとはな。俺の勘も鈍ったものだ。確かにそろそろ休息の一つでも取るべきか。男は吐き捨てるように言うと右手を下ろした。手足を縛っていた悪感が和らぐ。男は暗い瞳でこちらを見下ろしていた。用具室への生徒の立ち入りは禁止されている。以後気をつけるように。そしてまさか声優の声がなくなるね。まもなく下校時間だ。用事がなければ早く帰りたまえ。まだ何か？いえ、何も。本日着任した教師のクズキだ。クズキと名乗った男は再び用具室の中へ戻っていった。帝国の妖霊が鳴る。景色は普段通り、何事もなかったかのようになかったように動き出していく。けれど体は固くこわばったまま吹き出た汗の名残だけが今の出来事を雄弁に語っていた。自分たちは学校にあってならないもの。自分たちの学校にあってならないもの。あれはきっと殺意と呼ばれる明確な悪意だった。はい。なぜか用具室の方をちらっと見たら、右手をかざした挙句に、すさまじいお顔を浴びせられ、挙句勝手に用具室で入ったという謎の難癖をつけられましたね。どういうことなんでしょう。なんでや。おっと、おい、さくら。あ、兄さん、お前最近弓道部の朝練行ってないらしいな。どうして練習に来ないんだ。お前僕に断りもなく休むなんて何様なわけ。お前そうか、また誰かの家に行ってたのか、さくら。はい、先輩のところにお手伝いに行ってました。けれどそれは
後輩としての義務だって。全く泥臭いなお前は。あんな、なんだっけ、勝手に怪我したやつなんて放っておけばいいんだ。いいからお前は僕の言う通りにしてればいいんだよ。まったく、うちの邪魔して何が楽しいんだそいつは。人の妹に無理やり朝練サボらせるような真似しやがって。そんなことありません。私は好きで皆さんのお手伝いをしているだけです。兄さんはどうして、皆さんはどうしてそう助け合うことができないんですか。はっ、無能な奴らが痛い目に遭うのは当然だろう。だいたい助け合うって何、そしたら相手も助けてくれるわけ。バッカらしい、そのただの打算じゃないか。騙し騙されるなんて僕は真っ平だね。他人はみんな僕のための資産だって思った方がシンプルで健全だ。お前もそろそろ本性を表したら。兄さん、でも私にはそんな自由は。まあいい、今日でそいつの家に行くのやめろ咲夜。分かったな。いやー、神っ神ですね。申し訳ない。で、シンジ君はどっか行っちゃったかな。まあいいでしょ、ワカメワカメでワカメ王子やってるんでしょきっと。あ、こんにちは。どうかなさいましたか。ご気分が悪い時はお気軽に保健室にいらしてくださいね。いやー、なんかやっぱりあれか、ビジュアル的に本編のさくらとはちょっと違いますね。主に髪の長さとかね、この今のこのなんだろう、モデルを見るあたりだと、これ絶対いろいろ困るでしょ、私生活。何とは言わないけど。さあ、じゃあ話しかけていきましょうか。これ今の新しい生徒指導のか、なんだっけ、クズキか、クズキだよな。あいつ先生に見えないほど冷たい感じだよな。目が合っただけで足がすくんじゃったよね。え、怖いね。あんな目つきの人が教育に関わってるなんて、金がなんか絡んでそうっていう想像をしてもおかしくはないと思うっていう、ひどい見た目だけの偏見を語りつつ、他の先生に話しかけていきましょう。くずき先生だったよね。あの先生、何か危なそう。てか、すごい冷たい感じがするのよね。そうね、冷たいね。霊界の入り口？聞いたことないな。弓道部の昔話なら、顧問の藤村とか詳しいんじゃない？タイがどこにいるかって、弓道部にでもいるんじゃない。あれ、3階の女の子と全く同じところ行ってんのこれ。なんだろう、なんかゲームのバグか何かではないよな多分。恋にそういう風に設定してあるのかな、もしくは実は双子でしたとか。近所にある教会の神父さんが最近よく学校に来るの。すごく背が高くてがっちりしてて男前なのよ。あー、これはあの人ですね。きっと麻婆豆腐が大好きな神父ですね。で、ここは九段の弓道場でございます。さあ、ここに来るまでに結構時間かかってしまいましたが、藤村先生に話しかけましょう。見ての通り掃除中よ。あの子たち弓は張りっぱなしで帰るし、ひどい時なんか矢たちに矢を刺しっぱなしで帰ったりするんだからね。普段は部のみんなにやってもらうんだけど、今テスト前だし部活はお休みだから私がやってるの。え、霊界の入り口？ああ、会議スポットってやつね。そんなのあるわけないってば。もうすぐテストなんだから、バカなことやってんで早く帰らなきゃダメよ。ほら、帰った帰った。放課後、弓道場に出現するのは霊界の入り口だった。藤村先生だった。ま、会議スポットのオチとしては謎なところと言える。部長への報告は明日でいいやろ。さて、今日はもう帰ろうか。どうしましょうかね。
特に拾い損ねたイベントもなさそうですし、帰りましょう。こんな状況をセーブしました。もちろんです。セーブしましょう。はい。で、ちょっと休憩しましょう。喉が、てか口周りがカッサカサになってきました。さすがにこんだけ喋ってると疲れますね、口が。あ、これ意外と口の運動になるかもしれないですね。うん。はあ、まあちょっとここでブレイクタイムといきましょう。なんだろう、どうですかね、こんな感じでいいんですかね。なんか生徒たちの性別とか、そのなんだろう、文章から伝わる気持ち的に若干声のトーンとかテンションとか変えてみたりしてるんだけど、必要あるのかな。恥ずかしがって棒読みになるより、まだできるならこっちの方がいいのかなって個人的に思ってやってるんですけど、まあ、その答えが、動画のコメントから出ることはいつになるのやらという感じですね。はあ、今飲んでるのウーロン茶です。皆さんは普段何飲んでますか？これウーロン茶は自分もう何年だろう、麦茶からウーロン茶に乗り換えてからもう中学ぐらいからウーロン茶飲んでるから、何年だ、5年以上は経ってるな。はあ、なんかねウーロン茶もなんかウーロン茶談義になるけど、噂によると、そう、俺が中学校の頃にね、知り合いから聞いた話だと、なんかウーロン茶って飲むと喉にあるなんか脂肪がウーロン茶でなんか持ってかれるじゃないけど、分解されて喉の調子が悪くなるみたいな話を聞いて、え、何それ本当って思ったけど、別にそんなことなさそうですよね。本当にそうなのかな、科学的に証明されてるならへえって思うけど、まあ、噂程度ですからね。あ、それと今ウーロン茶飲んで喉にゴクって入った時の音入ってたらすいません。はあ、結構疲れますね本当にね。ああ、すいません、ちょっと喉に詰まりかけました。